から、うん、最初仕事ご一緒した時、いけー、起きるの、いけるのやめてやめなさい心の中ではなんか私たち2人とも、なんか顔がすごい暗くなってんだけど影で、あだそう、でもさ、一人でさ、天気悪い日とかさ、台風とかさ、うん、不安になったりしないの？一人に慣れちゃったから慣れちゃったパートナーとか、別に寂しい話してるわけじゃないので、うんうん、やっぱりパートナーがいるときはいるときで、うん、楽しかったり、うん、助かったり、いろいろあるけど、うんうんうん、例えば、さよならしてしばらくは、あーとかってなるけど、うん、それも超えると、それも超えちゃったなんかもう、だからいないのが当たり前だからじゃあ、全然恋愛事情は恋愛事情は、なんか全然話すことあったら全然気にせず話したいぐらいなんだけど何にもないんだよね本当に楽しい時はいいけどさ、楽しいばかりじゃないもんね、ちょっと言っていろいろ、でもワンちゃんが癒しになるもんね。そうなの、もう犬が想像以上に人の気持ちも言葉も分かるし、分かるよね。なんか私も犬飼ってた時に本当にさ、仕事とかでなんか辛いことがあって泣いてるとさ、うん、もうそばに来て絶対離れないの、うん、この子は本当に言葉通じないけど気持ちを察してそばにいて慰めてくれんだと思って、うん、そういうのあるよね、心配してくれてるもんね。そう、犬好きすぎて、うん、トリマーの資格まで取ったすごいよね。ちょきちょきしてる。学校通ったの？通った。トレーニングスクールの先生とかやってんだよ。すごくない？すごいよ、すごい。え、どうやって、どうやって、先生ってことは生徒さんに教えて？そうなの、先生って呼ばれるんだよ。小野先生、はい、どこまでやりましたとか言って言いながら。すごい。なんかそういうトリミングサロンみたいなの やろうとしてんの？ちょっとやってみたいなって思ってたけど、うん、想像以上に、うん、奥が深くて、そんな簡単に自分でお店なんか開けないみたいな感じになっちゃって、うんうん、みんな一生懸命毎日やってるから。そうだよね、私は寝てる時だけだから、うんうん、なめくじみたいなスピードで何なめくじなめくじ、みんなキャンピオンカエルみたいにカメって言ってくれるなんか昔さ、近所だったからさ、うん、たまにご飯食べたりしてたでしょ、うん、なんか一緒にペットショップに行って行った夜閉店間際のペットショップに行って、うん、はい、動物見たいって言って酔っ払ってたのそして私はウサギを飼ったその場で買ったんだっけ。そう、いやで、いっぱいお家とか買って持てなくてどうしたのそれ、持てなくて持てなくて、タクシーかな、二人で抱えて、で、どうしようってなって別のお友達を招集して、うん、組み立ててもらった気がするしそう、すごい、お家組み立ててって言って、え、何年前18年前かしら。え、待って、まゆちゃん何歳？私39、40になるよ、もうすぐ。私より、私41だもん。だって一つ下じゃないかな。じゃあ一つ下なんだ。あの、学年っていうのも変だけど学年え、芸歴何年、うん、何歳かな、いつからかもう数えるのはやめましてわかんないんだもん、だって1993年とかだから、1993年から2020年ってもう計算したくないよね私だって子供の時から見てたから子供の時から、子供の時からって年近いけどいやだってめちゃくちゃテレビで見てて、すごいね、ドラマもすごい見てたし、あと自販機のアイスクリームを買ってた。そう、そこにさ、めぐちゃんの写真はあったあったあった。最初仕事ご一緒した時、いけー、大きなめぐちゃんやめてやめなさい、心の中ではやめなさい、すげーみたいな。初めては共犯者、あ、違う、金スマの中のミニドラマ、金スマのミニドラマ、なんかみぐちゃんが結婚式場でドッジボール投げてた、あったね、多分それが始めました。本当、共犯者多分その後、そうだっけ、その頃に、うん、一人暮らしを始めたばかりで私、うん、芸能界にお友達もいないし、うんうん、地元の友達も離れちゃったし、うん、親も初めて離れて住んで、
心細くて、うん、しょっちゅうなんか家でずーってなってる時にめぐちゃんにまゆちゃんって電話をかけてご飯食べに行こうって言ってなんて天使のような人なんだと思ってうわ嬉しいと思って私はそれをすごい強烈に覚えて強烈強烈だわなんかさでも私たちの仕事ってさ、うん、毎回毎回現場も変わるしさ、うん、作品が変われば関わる人も変わってくるじゃない、うん、なんかその場ではみんな仲良くなるけど終わったとそうなのあまり合わなかったりさ、ね、知り合いは多いけど、うん、友達と呼んでいいのかみたいな関係が多いからそれをなんかこうそんなの関係ないじゃん遊ぼうよみたいな感じで誘ってくれたのが本当に嬉しくてフランクだよね気取らないよね元気って言ってくれるから豊洲にすいません到着ですありがとうございましたありがとうございましたすいませんなんかいえいえすごいね本当に一人でやってんだねそうですよなんか誰か一緒に来るのかと思ったけど来ない来ない気をつけて帰ってわかったじゃあねありがとうなんだろうあれあ、本当だ現場検証なんだっけ